エルピスエピソード7見たーということで TVer ギリギリだまた編集一になることやらーっていう感じだけれども今週もやってまいりましょうはい、ということで時は動き出して2019年5月になりましたと斉藤さんが政治経済コメンテーターとして活動し始めるというねなんだか華々しい感じなんだけれどもそんな。 斉藤ささんん、可愛がっている大門さんやはりなんだか真犯人とのこつのながりというか何かキーマンなんだなっていうのがまあ分かってきて、まあ、事件当時警察庁長官だったということで、えー、真犯人を圧力かけて逮捕させなかったんじゃないか説っていうのがね出てきたわけで。 ま、これがまた頼まれたしかもかなりリスクの高い無理ということで相当近くて有力者の人物からの頼みということでまあなんだか黒いわーっていうことがねまああちこちにあったりなんかして日本は警察がね何よりも強いって まあ久々にご飯してたママもね言ってたわけだけれどもていうかまたもひげの卓郎くんだよっていう感じなんだけども、まあ、26歳にしての反抗期、うん、私もまたそのうちね戻ってくると思うからママ泣かないでって思う私でございますでまあ正義をね貫こうとして会社と戦った果てに美しく散った村井さん タクロ君と一緒になんか飲んでる姿を見るなんだかほっとするなと思っていたところで松本死刑囚の DNA 再鑑定。ねまあ、この高等裁判所の人もね体感する前にこうお掃除っていうのかなそういうことをしてくれる人がいるっていうのはねなん、まあ、だかとってもいいことだよねって、うん、思うんだけどもね、まあ、でもこの再鑑定っていうのはねやっぱりこう遺品を。 検察側、弁護側、それぞれで鑑定するっていうことなので、一歩前進とはいえ、まだまだ高いハードルがいくつもあったりなんかして、うん、全力で潰しにかかるとはいえ、必ずしも一枚岩ではないっていうのもあるし、なんだか何ともハラハラドキドキ、これはずっと続くね、まだまだ。で、弁護士の木村さんが言っていた。 松本さんがね、無罪か否かだけではなくて、この結果になって、我々はさまざまな現実を確かめることになるんでしょうなと言っていたわけだけれども、この結果と現実の重み、苦みっていうのがね、本当にひしひしと伝わってきた言葉だったなぁとも、浅川さんもね、外からではわからないけど、きっといろんな人がいるんだよと、まあ、この善悪、公正、不正、 この流れや空気、絶対信じられるとは言えないけども、絶対信じられないとも同じくらい言えない。なんともだねー。でまあ一番あと、本当は多くの人の中に両親が眠っていてチャンスを待ってるんだって言っていてね、まあ拓郎くんには一周されちゃったんだけれども、私もそのこと信じたいなーって思った。うん。必ずこの両親によって、 でいい方向に少しでも向かっていってほしいなぁと強く思ったねそして目指すゴールは同じなんだけれどもちょっと温度がね温度差が出てきてしまった浅川拓郎コンビなんだけれどもそんな中でも村井さんがとてもいい味出してるなぁと思った「甘ったれないで!」っていう感じなんだけどもちょっと寂しがっちゃったりなんかしてね可愛らしいなんだか憎めない 感じのね内面だななんて思ったりしてねおばさんなんて浅香さんのこと言ってるけどまた食べられなくなったのなんてなんやかんやいろいろ見てるし心配したり優しさがねなんだかちらーっと見えたりなんかしてとってもいい感じで村井さんいいな村井さんが出てくるとほっとするっていう感じがしていてとってもいいなと思ってます。でも 雇い死でね突っぱねちゃってた警察の方が、ね、連絡なんかしちゃって、まあ、お金もらっちゃってんのどうなのって感じなんだけどもいろいろヒントになるようなことを言ってくれて捜査してるふりを、ね、してたりだとかしょぐるみで犯にでっち上げしたらねよく聞かない。 聞かない考えない話さない、うん、思考停止させられてたとかなんとかね知ったが余計な悩みが増えるだけだからなんとか言ってるのはね、まあ、ちょっと憎ましかったりもするんだけど、まあ、組織の中だとそうなってしまわざるを得ないってこともあるよね、うん、まあ嫌だけどねなんて思うんだけどもまあいいね あの話を聞けたんじゃないかなとは思うでもって拓郎君がね世論を盛り上げることが大事なんですって言って井川さんもね立ち上がってなんかしてまずは記者会見だってなったんだけどもまたやっぱり次回予告で中止しますなっていうセリフもあったりするので。 これはね、またロークのセリフでいつの間にかびっくりするほど敵を作っていてということだったのでやはりまた妨害、障害勃発するような予感がね、しているねーと思いつつの本庄健太んのご長男、キラさんこの方はやっぱり真犯人それとも関係があるこの圧倒的な圧をね、持っている。この人は 何なんだーっていうのとエンディングにエルピス台本シーンがまた新しく追加されちゃったりなんかしてこのなんともまたね謎がちょっと散りばめられつつつかむことができるか真実近づけば近づくほどに遠ざかりそうな感じもするんだけれども来週もどうなるか楽しみでーすということでルルズアイでしたあもぐもぐタイム」最近見れてないが寂しい